はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。さあ、それでは本日紹介するデッキこちらです。追放デッキということで、証拠収集とかの墓地使うカードがね、新カードで出てきたんで、もう墓地吹っ飛ばそうということで、国別多分今めちゃめちゃ刺さりやすいとか刺さるデッキ多いと思うんでね、これがっつり4枚積んだデッキを構築してみました。追放で軍備放棄であったり、まあ一貫のあれこれプレーンゾーカーを持っていけるんでね、で相手のなんだ、多元宇宙の突破か、まあ、それを打たれても、こちらから持ってかれるのこいつぐらい、労働者ぐらいなんで、まああんまりダメージないかなっていう。プレーンゾーカー入れてるとね、そのプレーンゾーカー持ってかれるの鬱陶しいんでね、まあそこはちょっとね、対策しとこうかなと。あとまあミレックス4枚でね、ピチピチとやっていきたいなと。あと白の太陽の黄昏、ライフ回復とね、毒で攻めていきたいなと。あとまあ新カード、極悪非道の盗人、まあこれはどう考えてもえぐいやろっていうカードなんですけど、なぜインスタントなんだっていうね。はい、これはちょっと積極的に使っていこうかなと思います。さあ、ちなみにこいつの能力が黒黒 X で、インスタント対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは自分のライブラリの一番上にあるカード X 枚を裏向きで追放する。それらのカードが追放され続けている限り、あなたはそれらを見てもよく、プレイしてもよい。これにより、あなたが呪文を唱えるなら、それを唱えるためのマナを望むタイプのマナであるかのように支払ってもよいというね。天才のひらめきより1マナ軽い、ただ自分には打てないっていうカードですね。はい、まあこいつをぶん回していきましょう。さあ、それじゃあやっていきます。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行7枚でキープ。うん、まあ軍備放棄いらんかな。これは相手は何だろうな、ジェスカイアーティファクトか。スターダック。いいですね、バレた。スタン終了。さあ、ミレックス起動。さあ、アタック。どうだろうね、まあ、とりあえずミレックスでいいんじゃないかな。さあ、一貫の終わり。Then guide it like water. May your blade strike true. ザ・コントロールという感じのハンドですね。さあ、執念の特目。
とりあえず殴りますか。なんだこれ。おー、5枚2つの束にして、トークンが出てくる。厄介ですね。ダニがやられてしまうじゃないか。頑丈の修繕、英知持ってきます。さあ執念を取ります。ターン終了。さあ廃墟の地で土地壊しときます。まあこれはなかなかロングゲームになりそうですね。どうやって倒すか。無理か。全部吹っ飛ばしますか。打ち消しされるかな。打ち消してきましたね。とりあえずこのターンをね。さあ白の太陽の黄昏 X6。 ここで運算無償、打ち消しがありましたか。ん？なんで？今のは何があったんだ。今のちょっと分かんないですね。まあ、とりあえず殴れか。さ
別。さすがにそんなにカウンター入ってないでしょ。農場労働者。高いですけど仕方ないですね、これは。ダメージがでかい。終了。さあ、波をエンド陣に出していきます。ダニはどんだけ焼かれても OK です。さあアタック。どこで白の太陽の黄昏打つかですけど、なかなか打つタイミング難しいですね。打ち消されると致命的になるし、クリーチャー化する土地がないのが救いかな。何倒してきませんでしたね。さあアタック。ああ知る。太陽効果打たれても正直きついよな。うわあ。痛い。マジか、やられた。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。まあ、まず沼持ってきます。
さあ、農場労働者。お相手は白く、白タン？ゆっくりした出来だったけど、ネットワーク非道の盗っ人がめっちゃ強いから、ね、さあダック、まあ、かわされても別にいいか。さあ、沼持っていきます。さあ、アタック、ターン終了。さあ、ここでホーローがやってきた。プラス1やってくれたら一番良かったんだけど、なかなかのハンドですね。フレンズか、白タン、ターン終了。さあ、セラの模範もいるし、とりあえずセラの模範出てくれたら白の太陽の黄昏狙っていこうかな。まあ執念の特目は薄ろでやられるとして、まあカード引かせてもらうのもありか。アミレックスカード引き、トークン出します。さあ、平地持ってきて殴っていきます。さあ、アタック、ダミーを通しましたか。とにかくセラの模範早く出てほしいな。エルズペスか。I won't let a few thugs threaten this city. May your peace last.難しいね。さあ、アタック。I won't let you harm innocent bystanders. 何としてもエルズペスを倒す。セラの模範出てきてくれましたね。
Be brave. あ、もうドローもしてほしいですね。ドローしてもらえたら話は早いが、ドローはしてくれない。なんで、おいミレックス、おい仕事しろミレックス。あ、マジか。2体出そうと思ったらこんなことになった。普通に特別でいいか。一回ちょっとリセットかけよう。一般の割り引いたんでね。フルスペースはまあもうこれでいつでも倒せると。放浪者が来てしまった。 Thank you for your help. This is your fight. Win it. 厄介ですね。さあ、エルズペスがあと1枚だけ。こいつさえ倒せば。さあ、エルズペスこれで終わりですね。Getting out of hand. サターン終了。さあ、これでターン終了。相手も止まんないですね。どっかでこれ打ちたいんですけど、なかなか打つチャンスがない。ここら辺でいいですかね。相手この白の太陽の黄昏もきつそうだね。さあ、平地持ってきます。7の8マナですね。さあ、極悪非道のヌスト X8 で。めっちゃいろいろもらった。はい、対戦ありがとうございました。
これどうだろうな。結構変な反応だけど。お相手は楽ですか。まあ、ゆっくり行きたいところではありますよ。特別が今現時点でハンドにあるのが非常にありがたいです。さあ軍備補給、まあライフも減らしたくないな。敵不在。壊していきます。さあカード引きます。おーどうしようかな。一貫の割り一旦ちょっといらんか。さあ、栄冠城の修繕。さあ、これでターン終了。カード1枚捨てます。個性的な労働者でいいか。まあこの先引いてなかったらねあれでしたけど。さあ執念の特務。ターン終了の特目を着地させてシェオルに戻していきたいな。さあ攻撃しない。サブロック。
さあ、まあ、なぜシェオルを釣らないかですよね。さあ、で、脱出していきます。さあ、国別でクリーチャー、さあ、シオル釣ってきます。ターン終了。これで大体心が折れるよね。極悪非道のムストで7枚パクります。あれ、エンド時にやったつもりが相手こっちのエンド時に動いてた。失敗したわ。対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、沼もできますか。先にね、捜査員来た。さあ、これで平地持ってきます。まあ色は問題なく揃いそうですね。さあ、ボロスなのか白タンなのか。ボロスか。こっちがめっちゃ強いよ。さあ、インティーをこの時間の終わりでどうにかしてやりたい。えぐ。どっち、インティが強くなるのか。サブロック。とやりやすくなりましたね。インスタントタイミングで一巻の終わりが使えないのがちょっとあれだけど、まあライフまだ15あるから多分大丈夫。
何点？ 7 点。8点か。きついな。もうちょっと待ってほしかったな。なんで殴ってごめん。いやーちょっと厳しいかこれ。厳しいな。急に打点上がるから嫌いだな。ターン終了。ターン終わり。ライブラリーにいない。マジか。問題はここなんだよね。次相手に土地引かれるとめっちゃ痛いんだよ。4点食らうかも。来た。厳しい。向こう慎重でしたね。これはありがたい。今の殴られてる方がきつかったけど。難しいなこれ。ライフ回復優先させとこう。でダニ出して、何出します。さだく、はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。追放デッキということで、まあ、特別に死人に口なし、あと一貫の終わり、まあ、ここら辺でね、がっつり相手のクリーチャー追放しながら、まあ、軍備放棄とかね、はい、相手の心をへし折りに行くね、デッキで作ったつもりだったんですけど、一番相手の心をへし折ったのはこれかな。極悪非道のムスッと。これ、本当に中盤以降で X5 以上ぐらいで打てたら、かなり精神的にしんどそうですね。やられた方はめっちゃ強いの、めっちゃ使いやすい。とにかくインスタントなのが使いやすいですね。これエスパーとか他の
色とかでも精神的、適合器でしたっけ、精神接合器か、あそこら辺とかと合わせて使ったり、ちょっといろいろやってみたいですね。はい、まあそんな感じで、追放好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。